こんばんは、平仮面です。今回は選抜の決勝ということで、大阪対戦、履正社対大阪桐蔭の史上初大阪対決になります。ただ、雨が降りまして、明日に順延という形になりました。残念で仕方がないです。ただ、グラウンド状態が悪くて、滑ったとか転んだとかっていうふうなことがない、グラウンド状態のいい状態で思いっきり決勝戦をやってもらうには、天気がいいのを待つしかないなというふうに思います。履正社と大阪桐蔭、対戦成績は14勝6敗、大阪桐蔭が勝ち越ししてます。大阪桐蔭の投手の方では、徳山投手が現在4試合完投中、打つ方では根尾選手が、素晴らしいということで、投打のバランスが取れたとてもいいチームということで、明日の決勝は必ず勝ってくれると思ったものと思っております。あと、私いつも応援の時にドラゴンボールヒーローズのあるカードを持って応援してます。皆さん、何のカードか分かりますでしょうか？そうです、ブルマです。侍ジャパンの奇跡の6連勝を裏で支えたブルマです。明日はブルマを一緒に持って、大阪桐蔭の応援をしたいと思っております。大阪桐蔭の大ファンで、ずっと第1試合からずっと応援してましたんで、このまま優勝してくれるものと思っております。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。